はいスタートしました裏木チャンネルです今回は11月の最優秀裏地線流発表になります出演者紹介山中一郎さんですよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いしますどうもどうも私かなめ裏木管理にお送りしますまずじゃあ毎度ですけども裏地線流とはというのを簡単にご紹介お願いいたします僕らもずっと三十年間年間シート席でずっと完成してるんですけどもいろんなのもレッド戦の楽しみ方があると思うんですけども声を枯らして応援するのもあれば戦力分析とかいろいろしながらやるのもあるけれども我々はまた 違った形でレッズの試合を見ながら風流に、千里を読みながら楽しもうじゃないかという一つの提案から始まったわけですね。こちら、裏木のウェブ版の方で、ホームのあと2日後ぐらいには公開しておりますので、ぜひぜひお願いいたします。今回なんですけども、11月のレッズ千里は4試合、振り返っていきたいと思います。こちらまず一つ目ががルバンカップ決勝が11月4日に 国立競技場やりまして、うん、残念ながら1対2とかつて勝った天皇杯以来の国立競技場だったんですけども国立行くたんびにねもう,もうこれ不便だなっていうトイレなんかですね入り口に入って出口が見えないから、はい、完全に疲れてるかどうかがよく分かんないような設計になってるんですよね非常にあれ使いづらいなっていうそんな中の試合の方にも振り返っていきたいと思いますけどまずは山中さんが裏木のウェブ版の方で展開して、はい、コラボの方から一つご紹介をお願いいたしますで私はそのアディショナルタイムので、ね、フリーキックがですね、はい何を 愛しさがわからないフリーキックでみんなが思わずこけたっていうのありましたよねあの大久保選手ですね、はい、大久保選手の僕も私もそれをちょっと、えー、読んだんですけどまずこちらからいきますフリーキックで FK ですね、うん、FK を蹴ったところは 無人島誰もいないっていうねねそうなんですよ、ねうん、さあ行くぞって気合が入ったタイミングでしたもんね。そうタイミングで多分あれサインプレーだと思うんですけども思わずあの吉本新圏に行ったらみんながこけるようなですねあの、はい、大滑りのフリーキックでしたね。続きまして、はい、こちらがルヴァンカップの優秀川柳なんですけどもこちらあのウェブ版のコラムのコメント欄の方にいいねからダメを引いた数で一番多かった数の川柳を優秀川柳として発表させていただきます。はい、それももちょっと同じなんですけどー 見たことない。うん、これが一番多かったですね。やっぱ印象残っちゃいますね。あの振り切り。これもそこでなんとか同点にとかっていう風に思わず力が入ったところでまずかくっときちゃったですからあれはやっぱり印象に残りますよね。なんか他のこともあるんだけどあのシーンって一番未だにあの頭に残ってますね。最後のルバンカップの福岡戦の山中一郎賞と言い,いましてこコメント欄の方から山中さんがこれはいいと思った賞を山中一郎賞として設定させていただきます。はい、こその前に言ったことに近いんですけども。最下の 良さを実感、国立で。まさにねやっぱりサイズとはよくできてんなっていうかトイレもまだあの国立に比べて行きやすいしそんなに席であまりにも窮屈だなっていう感じもしないし、はい、なんであんなに国立でしょっちゅうやるんだろうなっていう感じがするぐらいですね今ね。 便利だからなんだけど、だからしょうがないんだけどね。宮下は全然、はいまあ、もちろん専用スタジアムってのありますけども。ありますけどね。アクセスを除いたら、もう圧倒的に最下なんですけどね。まさに続きまして、はい、この時3位だったんで、神戸に勝てばまだまだ優秀の目はあったかもしれないという大事な試合でしたね。優秀はあったとね。はい、はい。ですけども、うんまあ、そんな大事な大一番。まあ でしたが、が騒動があってあありましたね、誤信騒動んまりあのルーのことは分かんないんで、あのあそうか、こういうのがオフサイドなんだって、後で分かったんですけども、言われてみると、たぶん確かにオフサイドなんですけどね。はい、あれはあの私もよく復習もしますけども、あれオフサイドですね、はい、確かに間違いやすいオフサイドなんですけども、その間違いやすいオフサイドをやっぱりプロの審判の方にはもう簡単にやってもらう、はい、やっぱプロっていうのはそういう難しいことを簡単にやることがプロじゃないですか。 プロととしししててのこうななんかか見せて欲しかったたは思いましたね西川がちょっと調子に乗って前に出すぎたかなって気がするけど <laughs> でもまあこれはなんとかこれは引き分けじゃなくて勝ちにいったわけですからまあしょうがないかなっていう感じもしますけどね勝たないと確かに優勝の目はほぼなくなったっていうのは事実ですからねそうですねあの引き分けじゃしょうがないっていうのがあったんでそれは分かります気持ちとしてそんな中で山中さんの神戸戦の川柳寒かったのも含めて北風や今年もだけぬシャーレかなうーん 誤審の側よりもあ今年もダメかなっていう気持ちが強かったと思のでそっちの方で行きましたけどねコラムの方から神戸戦優秀戦流の発表をお願いいたしますはい復審はきっと神戸の復審よ。復審は普通の審判の復審なんですけど、はい、神戸の復審ってのは 腹の心っていうのはまあそれをかけてるってことなんです、うん、そういう意味ではこれはうまく字で見るとすごくうまくできてるなっていう感じがしましたよね,ね神戸戦の山中一郎賞の方発表お願いいたします、はい、この誤信に絡むことなんですけど半端ないゴールを決めた第五信誤信誤信ですね誤信誤信だけどしょうがないですああれあの見てた時はね分かんなかったんですよ本当にだから前に二人いるのと一人いるので違うっていうのが言われてあそうかと思ったんですけど、うん、あの後ろか ディフェンスがね、はい、そうしたらルーツよりは完全にオフサイ際だからね。うん、そうですね、はい、11月25日、こちらがホーム最終戦ですね。J1、うん、リーグ33、ウラブビス、福岡、こちらが2対3で、福岡にまさか1か月に2回も負け,、はい、2回負けちゃったっていう、もう本当にね、昼間なのに寒くてね、寒いけど、まあ、ファミリー層は多かったんですけど、それでもやっぱりリーグ最終戦で3万5千人台っていうのは、ちょっと寂しいかなっていう感じはしましたよね。うんうん、そうですね。で、まあ、そんな感じでホーム戦いいとこなしという感じで終わってしまったんです。はい けどもここで一つトピックとしましたこの試合の福岡戦の前かな前にスコルジー監督がタイミングを発表したとお聞きしましたそんな中で山中さん福岡戦の発表をお願いいたします、はい、私もまた前に引き続いて点取っても寒い北風吹きやまず、うん、なんかどんどんね気候も寒くなって試合内容も寒くなるっていう感じがですねもうこのアビスパープ戦は特にひどかったですねそんな中で、はい、福岡戦の九州川柳の発表をお願いいたします、はい、いつの日か えー、マジェイと共に黄金期で、まあちょっとまあ、また戻ってくるってことは、果たしてあちょっとないだろうなとは思うんで。もう分かんないですけども、退任の時に発表したコメントの中では、またいつかレッツの引きを取れたらいいなっていうコメントはされてましたね。うん、あ,あそうですか、まあうん。まあね、でもあんまりもう一回また改めてカムバックするっていうケースはあんまないからね、分かんないですけどね。フラワーメ場合ギドブックバルトぐらいですよね。あとは、鳥貴久美さん。鳥さん で、二回やりました。まあ、全部両方とも、あの、監督解任の後の。スクラム。そうですよね。みんな、短気でしたしね、それにね。はい。山中一郎賞の発表をお願いいたします。はい、オ北サイド。泣きを見るのは、またもうち。また、まあ、オフサイドで泣きを見たっていうのもあるけども。うん、それ以前に、なんか、ちょっと、もうすでに。試合全体が北風が吹いてるなっていう感じで。ね、もう優勝がなくなっちゃったし、そういう感じがちょっと。 思いましたけどね、ちょっとね。続きまして、11月20、くんちエシルグループステージ MD5 の裏 VS 武漢三鎮。この前にびっくりなんですけど、ホセカンテ選手が引退を発表しまして、まだまだ。引退発表しちゃったんでね。はい。ところなんであんな元気でなんでって思ったんですけども、家庭の事情とかそういうことがいろいろあるんですよね。うん、ねそうですね。家庭の子さんと一緒にもっと時間を増やしたいというのが。 発表されてますね。すねはい、というので最、<う>最後の理不フジンゴールドということで。もう後半になって補正、貫手しか手入れないっていう感じの試合が続きましたからね、割とね。そんな中で、ね、山中さんの武漢戦の川柳いい、ちょっと下品な句でしたけども、引退のカウントダウンで最後っけ。 原因 <laughs> かもしれないですけど、なんか本当に、ああ、ここで引退って言ったところで、なんか最後、かまされたように1点入れたなっていう感じがあったんで、あれのおかげでね、とりあえずこの試合は勝ったわけですから、置き土産って綺麗に言うのもいいんですけど、なんか置き土産って綺麗に言うよりも、こっちの方がインパクト強いなと思ったんで、えー、これにしましまた続きまして、武漢戦の優秀川柳、発表をお願いいたします。 これが一番多かったんですよね、これがね。いいねが。強い気持ちを感じますね、大阪の、うん、もう、特に後半は官邸しか点取れないみたいな雰囲気になるぐらいに活躍してましたからね。うん、本当にね、時代が、はい、惜しいですよね。一貫戦の山中一郎賞を発表お願いいたします。これもそうなんですけど。赤裂の 理不尽連覇の夢つなぐ。理不尽ゴールの連覇の夢をつ,今度はつないだんですけどね。<ACL> つないだんですけど、その後あと、あれですよね、ベトナムでもう完全に夢がなくなっちゃいましたよね。12月6日に、はい、あのベトナムでハノイ FC 対裏がありまして、<う>まさか、1、2>, ええ、1> 2で負けてしまううまさ,まさかのの敗北というのがねそんな、うん とりあえず、シテ店さんはこれでいって、果たして他のグループはどうかとかって思ってた、はい、まさかの敗北でしたからね、あれはちょっと驚きましたね今回はこの4試合の中から、11月の最優秀ウラジット戦柳の発表をお願いいたしま,すまあ、そうなるとこれでしょうね、この伏は、きっと神戸の伏線よでしょうね、これは数々言ってもうまあいですね。うまいです、伏線と腹心をかけたっていうことでですね、うあまあくつながってるなという感じで、まあ、これが11月の一番じゃないかなと。 いうことです。総評だと思ますが。はい。どうですか。北海道。一応、二十九日のあの武漢戦は勝ったことは勝ったんですけど、全体的にもう。ういやー、三度がだいたい寒かったっていうのとですね。なんか試合内容もちょっと寒かったって言うんでね。はい、肌寒さっていうよりも。なんかもう十一月にもかかわらず、なんか冬の到来を実感したような月になりましたね。<laughs> えー、それが全すべ、ね、てですね。うん、めゃ寂しい十一月。寒い。寒い十一月。告知コーナー。山中さん。告知を。はい 僕また新しいね、まあ、11月に出したんですよ、はい、タブレット順の日本芸能偉人伝、その1、お一人様芸人、江戸山口に聞くということで、ですね、はい、タブレット順が江戸山口さんに生い立ちから芸能生活について聞くというような本で、ですね、はい、本当にごく一部のマニアックな人にしか興味がなさそうな本です。それのばっかりなんだよね、うん 1>, 1ってことはもしかすると2、3も出るかもしれないと売り上げて。2>, 2、3もいろいろやりたいなとは思ってるんだけど、結構今、タブレット受信自身が結構忙しいし、まあ、どれだけ進めれるかちょっとまだわからないんですけどね。<う>進めたいと思っても2とか3とかどんどん。概要欄にリンクありますので、うん、もしよければお願いいたします。3月から11月までのやつねで一番良かったのは、い、山中さんはでく。はい、はい、じゃあそんな感じで、はい、今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。どうもどうも。